それは実在する。あの国が決して攻撃されない。本当の理由をあなたは知っていますか近現代史家の林千勝さんこと千勝ちゃんが SNS に思わせぶりな投稿して話題になってます。6月14日金曜日の昼間、何かが起こるかもしれないし、 怒らないかもしれん。こらっつって匂わせるな、匂わせるお前は女性インスタグラマーかねこういうことなんですけれどもね。チカっちゃんがこう言ってるんで、これはちょっと起きるかもしれません。そしてそこに載せられていたヤタガラスの画像。ヤタガラスとは、もともと神武天皇が大和の国に入るときに、不安内な,な統治を案内したカラスとして、まあ、古事記に描かれた伝説上の生き物で、 今も熊野大社などでは、このヤタガラスが祀られている。日本人にとっては、おなじみの動物なんですけど、同時に、このヤタガラスとは、世界最古の秘密結社でもあると。フリーメイソンとか、なんとかミナキあとなんとか十字とか、世界中に有名な結社ってたくさんありますけど、どれもこれも、ヤタガラスに比べたら、ひよっこなんですね。そして、もともと、聖徳大使のブレーンとして、ハタシという一族がいて、 彼らは京都に根城を持つ一族だったんですけど、平城京から平安京に遷都する際に、時の天皇に京都に遷都するべしと、進言した一族としても有名です。彼らはユダヤの地を色濃く継ぐトラ来人だと言われてて、なぜなら京都、平安京っていうのはヘブライ語で平安の都という意味だし、琵琶湖や町の作りなど、エルサレム。 彼らの故郷を模して作られたというのは非常に有名な話。後彼らは、モノノベ氏やカモ氏といった情報収集部隊、陰陽部隊に分かれ、陰にように、 天皇家を支えてきたとそんな彼らは実は現在も実在します。去年ドラマでも有名になった自衛隊の秘密組織別班。彼らは超法規的に国難を乗り越えるために作られた組織と言われ、まあ、その証拠に陸上自衛隊の中央情報隊と中部方面情報隊。これらにはシンボルマークのヤタガラスが使用されている。そしてこの別班メンバーを育成していると言われている心理戦防護過程を要する陸上自衛隊小平学校。そのシンボルマークは 金のカラス禁止なんです。ちなみに、この禁止とは、ヤタガラスにおける最上位の3人、サンバガラスのことを指し、別名、裏天皇とも呼ばれる権力者。この学校にその禁止が据えられているというのが、実はこの別班がヤタガラスである、まあ、証拠であると。そもそも、この小平学校は、第二次大戦中に世界中で暗躍した、 陸軍中野学校の意志を継いだ学校だと言われてるんです。ヤタガラスって戸籍がないって言われてるんです。実は特別な免許証を持たされていて、彼らには名字も存在せず、超法規的な存在として国家権力から認識されており、あるピンク色の免許証を提示すると、どんなところも顔パス、フリーパスで行けるって言われてます。この自衛隊の組織、別班も表向き組織から離れ、企業などに潜伏し、 社会生活を送っているらしいんです。そもそも自衛隊所属ですらないらしい。 でもだからこそ自由に動き回り過去韓国大統領の誘拐事件などの時にその存在がクローズアップされるなど日本に関わっている重大事件の裏にはこの別班ありと言われているんですね元防衛大臣の石橋茂氏はこの自衛隊別班があるともないとも言えないという非常に含みのある言い方をしているとこれは 元国家中枢にいた彼がヤタガラスの存在を認識していることに他ならず、それは確実にそこに実在する組織なのです。自衛隊別班という謎の組織に見え隠れするヤタガラスの痕跡。彼らは遥か昔からこの日本国を、そして天皇家を、そして日本国を陰で支えてきた存在で、 あると。去年から自衛隊にまつわる不審な事故ってなんか多くないですか例えば去年宮古島で起きたヘリ墜落や今年の初め九州であった謎の自衛隊機墜落の報道。これは後にそんなものは存在しなかったっていうよくわからない結果としてこの事件幕を閉じました。そしてつい最近伊豆諸島沖でまたヘリが墜落。この全てのヘリに共通することが一個あると。 それが自衛隊の VIP、幹部を乗せていたということ。これが何を示しているのか。それは、亡国がやたガラスに戦いを仕掛けてきていると私は見ています。日本は第二次大戦以降、徹底的にその力を削がれてきた。経済や言葉、そして思想までも統制され、二度とその力を復活できないようにさせられてきた。それは、実は彼らが この世界最古の秘密結社である、ヤタガラスを恐れていたから。戦後、日本は独立を回復したかのように見えるが、政府は月に一度のあの軍との会議で全てを指図されている。それは世界で日本だけ未だにちくわを食べ続けている。本当の理由。日本は壮大な実験場っていう言葉があるんですよ。なぜ日本でこれがされているのか それはあの者たちの力を復活させないためであると。しかしそれは確実に日本国内に存在する勢力で今も この国を守ってくれているのです。その戦いがここ数年自衛隊に起きている不審な事故に見え隠れするのです。ちょっと話それますけど、陸軍中野学校といえば、現在日本海にミサイルを撃ちまくっているあの国の建国にも深く携わっているって言われてるんです。あの国ってどうして西側諸国から攻撃されないんでしょうか 例えば中東のあの国やあの国、すぐ経済制裁されて、あの国って存在することで誰が一番得してると思いますかそれ実は日本なんですよね。もしあの場所がなかったら、日本はあの大陸の国と国境を接しなきゃいけなかったはずなんですよ。まあもともとあの半島日本でしたから。あえてあの場所に、 あの国を作るることによよっって、まあ、防いでるっていででうことなんですよね。まあ、偽札とか人権無視とかそして核開発など西側諸国が激怒することをやり続けてるにもかかわらずあの国が決して攻撃されないのはそれは実は裏で日本が関わってるからであり日本というかヤタガラスがあの国を作っているから。 そして、このヤタガラスっていうのは世界最古の最高権力を持つ秘密結社であるから、そう簡単に世界各国は手出しできないっていう話なんです。まあ、果たしって、その名の通り、ハータじゃないですか。これってヤタガラスのヤタの読み方だって言われてるんですよね。 この八タが転じて果たしになった。まあ、忍者の大元も実は聖徳大子が持っていたある部隊が元になっているって言われてて、実はあの時代から現在の日本の形っていうのはできてたっていう話なんですよ。まあ、そんな今も実在する八タガラスですけど、林千勝先生が6月14日に何か起きるって,ってこれが一体何なのかって話なん、まあ、僕思うに、 多分彼の本が出るんですけど確かに。<laughs> まあ、それは一旦置いといて、まあ、もしかして何か起きるんだとしたら、最近ちょっと北の国がある変換があったんですよね。 それが太陽節を祝わなくなったって話なんですよ。彼らにとっての太陽節って何かっていうと、現、キム・ジョンのお父さんのキム・ジョンイル、彼の誕生日を祝うっていう、まあ、一大イベントなわけですよね。まあ、彼は自分の父親の胃を借りて国内の権力を、まあ、統制しようとしてたんですけど、まあ、その必要がなくなったから太陽節をやめるんじゃないかって言われてるんです。でも私そうじゃないと思っていて、金正恩って日本とすごく関わりが深い人物なんですよね。 お母さんは大阪に住まれてた在日朝鮮人の方ですごい美しい方なんですけど、まあ、彼女がお母さんなんですよ要するに半分日本人なわけですよね、まあ、もっと言えば実はそれすらもフェイクで昔日本からある理由で連れていかれてしまったある人物が母親だ説もあるまあこれはとんでもないイ因ですけど決してその人物の情報が出せないの少なくても 中央の情報にアクセスした人物であるから。家庭教師として連れて行かれた彼女は、実は後の最高権力者を生んだ人物なのかもしれないと。そう考えると、実はその人が船に乗せられたあの日、日本の公安が道路を封鎖して、 見送ったっていう話がある。これは実は、ヤタガラスが裏で動いて、そうさせたのではないのかと。そして今変わりつつある北朝鮮情勢。祖父から続いてきた、あの流れっていうのが、実は全て暴露されて、ヤタガラスが表に出てくるタイミングなのかもしれない。それか、林先生の本がではそっちだと思うけどね。 どうでしょうということで、ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫カバーにやちょぶれ、ドンブカやブニュースをお送りしました。ライオアトゥルー、トゥルーオアライ。そして私は、ダークインフェルのスパイラルモグラ。小薬品スタジオのオープニングって、こんなんでしたよね。の中ではな、ね、ちゃんと見ろ、お前。俺の目の不死穴率、マイナス200高画者。なんか空気が悪い。マリッ。炊こうかな。たくな、たくな。いけるいけるあー、もう、マリ とか「コカとか LS とか買いに行こう」「むき出しのみつこてこと」「みのががる」